メディリアにあるマペーの工場マペーは、イタリアの建築材料メーカーである。社名は、イタリア語、マテリアリーオーサリリパーエルエデレシャ EL、インダストリアの頭文字を取って付けられている。1937年2月12日に、ロドルフォ・スクインチによって、ミラノに設立された。最初は、塗料や組織作り製品を製造する、従業員3名の、 小さな同族経営企業であった。ロドルフォが創業して6年後に息子のジョルジョが誕生する。ジョルジョは1969年に工業科学の博士号を取得し、1976年にマペーの経営を引き継ぐと、彼は父の事業を急速に世界規模まで拡大した。M&A による拡大もあって、 マペーは2017年時点で5大陸35カ国に87の子会社と81の製造拠点を有し、マペーの他にポリグラス、バガ、サークル、アデジタル、ビニバル、モサイコといったブランドを抱えている。2019年10月2日、CEO を務めていたジョルジョスクインツィが76歳で死去した。ジョルジョスクインツィはロードレースのファンであり、 1990年代にマペー、サイクリングチームのスポンサーとなって、トニー・ロミンエル、アブラハム・オラーノ、ヨハン・ムセ・ウツ、ズ、フランク・バンデンブルック、アンドレア・タヒ、ミケーレ・バルトリ、パオロ・ベッティーニといったスター選手を擁して、多大な成功を収めた。2000年代に入って、クラブチームからは撤退したものの、マペーは2008年以降世界選手権、自転車競技大会ロードレースのスポンサーとなっており、 その契約は2022年終わりまで更新されている。ジョルジョはまたサッカー好きで AC ミランのファンでもあったが、2002年に当時セリエ C2 に属していた US サスオオロカルチョを買収して、クラブをセリエ A まで引き上げて注意に定着させるところまで躍進させた。ありがとうございます。